国内フリーエージェント、FA、県を行使していた阪神、大山祐介内野手、29、が29日、西宮市内の球団事務所で会見を行い、残留を表明した。今回の決断に至るまでの思いや今後に向けて、偽らざる胸の内を明かした。テレビ会見、大山選手から報告を、来年からもタイガースでプレーすることを決めました。残留のの一番の決め手は、 いやもう一番が多すぎて本当にいっぱいあるんですけどまずはやっぱり監督コーチスタッフの皆さん裏方の皆さんそしてチームメートともう1回優勝日本一を一緒に達成したいその気持ちは強くありますしそこが理由になりましたしあとはファンの皆さんファン感謝デーの時にスタンドに多くの僕の赤いタオルを広げてもらってすごく嬉しかったですし。 そのタオルをもっともっと増やしたいなと素直に思ったのもあるのでうん決めた理由はいっぱいありますねファン感謝デーは大きな要因になったはい不安でしたけどハイタッチの時とかいろんな言葉をかけてもらいましたし名前呼ばれた時の歓声が嬉しかったですねあとは一番忘れられないのは去年の日本シリーズあの時の完成っていうんですかねなんて言ったらいいかわからないですけど 地鳴りのようなあの感動が忘れられないというのもあるのでそれをもっともっと感じたいなと思ったのが理由の一つです。